おはようございます。キャプテンアスのバイブルトーク、今日月曜日朝ですけども、今日は第一ペテロ3章15節お読みします。むしろ心の中でキリスト推しとして崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。希望について説明弁明する用意をしていきなさい、おきなさいとあります。昨日のメッセージの中でも、困難の中に輝く希望という、メッセージを、チムさんはしてくれました。私たちはこの困難の中でもこの、ね、希望があります。そしてその希望をですね、説明弁明できる用意をしておきなさいと。クリスチャンの、言葉で証っていうふうに言うんですけども、自分の例えば救いイエス様を信じた、その証をする用意をしておくと。私あのね、この求められたんじゃなくて、求めなくてもその証をねどんどんしていくような、そういう、そのぐらいでいいと思うんですけども、私の場合ですね、最初の証というかね、最初にクリスチャンになった、時の話をすると、高校の頃からですね、私冒険家になりたかった、探検家冒険家になりたかったですね。山登りとかいろんなことをしました。カヌーとか、カヌーで島を一周、太平洋の島を、一周しようとして、遭難しかけたりとかね、してたんですけども、その冒険家になりたい、そしてですね、大学の時にですね、大学を辞めて休学して、もう山の世界に、冒険家になろうと思ってヒマラヤに行きました。そしてヒマラヤに行って、ネパールに2ヶ月ぐらいいたのかな。一人でいろんなとこ放浪したりしたんですけども、その後日本に帰ってきて、山の仕事に就こうと思って、出版社の仕事をしたんですけども、その中でですね、自分で気づいてしまったことがあって、それは自分はこの一生これを続けていく、それほど情熱をかける、ものではないと、自分の冒険はここにはないっていうふうに、ね、気づいてしまったんですね。で、次に私が飛び込んだのが、就職も、ね、しなきゃいけなかったんで、その頃バブルの頃にあえて、一番大変だと言われている福祉の仕事に入りました。その福祉の中の仕事で、そのヒューマニズム、人を助けるということに、自分は、この全てをかけようと思って、そこで7年半結構やりましたよね。結婚して子供もできて、いたんですけども、やっぱり何か違う、自分が求めているものはこれではない、それで7年半勤めた、仕事をもう辞めて、海外に行くことになりました。家族も連れてです。小さい子供も連れてオーストラリアのタスマニアというところに行きました。そしてそこで、そこが大体クリスチャンの学校だったんですけど、ね、そこはまた話が長くなるので今日はしませんけども、そこでキリストに出会いました。クリスチャンを通して、キリストに出会い、私は宣教師になろうと思ったんですけども、でも、結局日本に帰ってきて日本で牧師になりました。牧師になって今もう10年以上なのかな。どこからか牧師かっていうのはよく分かんないんですけども、でも今最近ではそのね、キャプテンヤス、海賊としてね、キリストにある冒険家を生きてます。で、この世界にたくさんの冒険があるんですけども、その中でもこの最高の冒険というのは、今自分はね、神様を信じて生きること、これが本当に最高の、冒険だと思ってます。私たち、苦難があります、困難があります。特に今、このね、日本でも世界でも困難の中にあると思いますけども、私は冒険家の血が騒ぎますから、困難であればあるほど、苦難の中であればあるほど元気になります。そしてこの冒険の中でね、私、成り行きでいろんなものをやりました。そして今はね、冗談じゃないですけども、本当に YouTuber として、今こうしてね、1日1本動画撮るとかやってますんで、これも冒険の一つです。本当に楽しんでやってます。そしてその中から私たちが本当にね、キリストの光を、キリストの希望を伝えていけたらと思っています。月曜日、今週1週間始まりました。これからこの1週間も皆さん一人一人が、神様が用意した冒険の、日々を送っていけると思います。では、また明日。さよなら。